皆さん、こんにちは。知念優里さんはジャニーズ事務所のアイドルグループ Hey! Say! ジャンプの一員で俳優、タレントなど幅広く活躍しています。小柄で可愛らしい雰囲気が魅力的なトップアイドルの一人です。 Hey! Say! ジャンプやタレントとしての活動が多く、俳優としての活動はそこまで多くありません。しかし俳優としては連続ドラマ必殺仕事人シリーズで龍役を演じており、見たことがある人も多いのではないでしょうか。そんな知念優里さんですが、現在の年齢は29歳です。間もなく30代を迎えますが、結婚はしていないにしても交際している彼女がいてもおかしくないと思いませんか。今回は知念優里さんの恋愛事情や様々噂されていることについて真相に迫ってみたいと思います。さて早速ですが、知念優里さんに現在交際中の彼女はいるのでしょうか。結論をお伝えすると、知念優里さんに現在お付き合いしている彼女はいない可能性が高いです。知念優里さんは2021年に熱愛報道が出ているのですが、破局が報じられています。知念優里さんは徹子の部屋に出演した時、絶対に誰のものにもなりませんと話しているくらいなので、頻繁に彼女を作ることはないと思います。おそらくリップサービスでしょうが、知念優里さんは今までに噂になった女性が8人いるとされていますが、信憑性が高いものはほとんどありません。その中で唯一交際していたかもしれない女性が北野日向子さんとトラウデン直美さんです。知念優里さんについて調べていくと、北野日向子さんとトラウデン直美さんの名前、また彼女妊娠という気になる検索キーワードが上がってきたので、それぞれについて調べていきたいと思います。知念優里さんと北野日向子さんの関係はどのような関係なのでしょうか。知念優里さんと北野日向子さんの関係について触れる前に、まずは知念優里さんと北野日向子さんのプロフィールをそれぞれ見ていきましょう。知念優里さんは1993年11月30日生まれ、静岡県浜松市の出身です。3歳の頃からダンスを習い、嵐のコンサートで大野聡さんがソロで踊っていたのを見て感動し、ダンスを仕事にしたいと思うようになりました。2003年、9歳の時にジャニーズ事務所のオーディションを受けましたが、その日は映画ニンニン忍者ハットリくんザムービーのオーディションも同時に行われており、参加を促されたそうです。ダンスをやりたいと思っていたため、映画のオーディションには乗り気ではなく、眠いことをアピールするなどして小学生なりの抵抗を見せたそうですが、結果的にどちらも合格し、事務所の入所と同時に映画出演が決まったという稀有なエピソードがあります。北野日向子さんは1996年7月17日北海道小樽市で生まれ、千葉県で育ちました。ファッションモデル、女優として活動しています。事務所は乃木坂46合同会社 AM に所属しています。北野日向子さんは乃木坂46の元メンバーで、現在は事務所を移籍しファッションモデルや女優として活躍しています。さて早速ですが、知念優里さんと北野日向子さんの関係について見ていきたいと思います。知念優里さんと北野日向子さんは2017年に熱愛報道が出たことがあります。内容は次のようなものでした。北野日向子さんの友人が送ったとされるダイレクトメールのスクリーンショットで暴露され、ツイッターのスクリーンショットでは、またみんなでご飯行こ、全国の知念たんごめんなさいや、アスカ加入した時は優しかったのに選抜といる時間多くなって、なんであんなに見下す感じなの、めっちゃうざい、などのメッセージがありました。友人は北野日向子さんの友達なのですが、最近ヘイセイジャンプの知念優里さんと付き合いだし、裏垢を作ったり、同じ乃木坂メンバーの斉藤飛鳥さんの悪口を言ったり、調子に乗っているという文面が見て取れます。北野日向子さんの友人を名乗る人物によって暴露され、熱愛の噂が出たようです。裏垢なんて作ろうと思えば他の人も作れるし、本人がわざわざそんな発言しないと思うので、友人を名乗る人物による自作自演で、匂わせなどは本人がしていたわけではない可能性が高そうです。知念優里さんが北野日向子さんを妊娠させたという噂があります。熱愛報道が出て少し経過してから、北野日向子さんは体調を崩し一時期休止をしていました。その時の理由が妊娠であると噂が出たのです。ですが
北野日向子さんは4ヶ月後には復帰しており、お腹が大きくなるなど妊娠と思われる映像などはありません。知念侑李さんとの熱愛報道が出た後だったので、深読みしたファンたちが妊娠を疑っただけのようです。続いて知念侑李さんとトラウデン直美さんについてご紹介する前に、トラウデン直美さんの簡単なプロフィールを紹介したいと思います。トラウデン直美さんは1999年4月21日生まれ、京都府京都市左京区の出身です。モデル、コメンテーターとして活躍しつつ、キャンキャンのモデルとして主に活動しています。知念侑李さんとトラウデン直美さんの熱愛報道は本当なのでしょうか。知念侑李さんとトラウデン直美さんの熱愛報道が出たのは2021年6月のことでした。知念侑李さんの自宅から大学に通うトラウデン直美さんの姿が何度も目撃されたという内容です。報道によれば、ヘイ、セイ、ジャンプの知念侑李さんと人気モデルのトラウデン直美さんが交際していることが分かった。5月下旬の昼過ぎ、知念が暮らすタワーマンションの一室から出てくるトラウデンの姿がキャッチされた。これを受けて知念侑李さんの知人は、最近2人は知念くんの自宅でよく会っていますよと述べています。そんな多忙な2人はもともと共通の知人を介して友人関係を続けてきたといいます。コロナ禍で外出もままならなくなった時期に、知念くんの家でみんなで遊ぶようになり、昨年末に急接近したそうですとしています。思い返せば2人には体操好き、倹約家など共通点が多いので、恋人になるのは自然な流れだったのかもしれません。共にインドア派という2人は、知念くんは3日間家にいても問題ないというほど、トラウデンさんも特別なデート以外家でいいというタイプです。ということで趣向も似ているようです。もっぱら知念侑李さんの自宅でデートを重ねていると締めくくられていました。ですが交際が発覚してすぐに破局したのだとされています。知念侑李さんのファンからのバッシングや炎上など仕事の影響を考え、トラウデン直美さんの事務所側が即座に別れるべきと判断したようです。大人気アイドルとの熱愛はかなりのイメージダウンにつながるので、賢明な判断と言えそうです。さて話は変わりますが、ヘイ、セイ、ジャンプの冠番組いただきハイジャンプのゲストにお笑いコンビ雷の石田拓実さんとタレントのファーストサマーウイカさんが登場した回があります。番組では恒例企画何フェスを実施していました。白組と黒組に分かれて何ゲーと呼ばれる様々なオリジナルゲームで対戦する企画です。今回白組は有岡大貴さん、薮宏太さん、ファーストサマーウイカさん、黒組は山田涼介さん、知念侑李さん、中島裕翔さん、井上圭さんとなりました。第1試合の後、第2試合の新企画胸キュンシアターがファンの間で話題になりました。このコーナーは最新恋愛漫画の胸キュンセリフを予想し、キャラクターになりきって当てるというものです。出題されたのは次に来る漫画大賞2022コミックス部門の次期1位となったタモンくん今どっちでした。問題はコンサート中にタモンがバックヤードまで宴を連れ出した時のシーンから出題されました。宴がタモンに向かって、ファンなら誰だってタモンくんをたくさん知りたいんです、もちろん私も、だからこそ私だけが独り占めなんてダメです、いつかあなたに迷惑かけるかもしれないからと話す中、タモンが迷惑かどうかは俺が決める、だからそんなこと言うな、〇〇よの〇〇に入る胸キュンセリフを当てるというものでした。このシチュエーションに薮宏太さんが大丈夫と突っ込み、知念侑李さんは他のファンから殺されるでとコメントしました。他のメンバーからも、いやこんなことできないななどの声が上がっていました。一応アイドルとしてのメンツを守るために答えを躊躇していたのが印象的でした。さて知念侑李さんの性格が悪いという噂があるのですが、この話は本当でしょうか。あの可愛い笑顔の裏に黒い感情を隠しているのでしょうか。また姉の存在がネットを騒がせているそうです。姉に関するブログが炎上したというのが騒ぎの元凶のようです。性格について調べてみました。ところが性格がいいという声の方が圧倒的に多いのですが、一つだけ気になる情報がありました。リリース曲の PV の中でメンバーの中島裕翔さんのことを
一番嫌われていると発言したことで、コンサートでは中島裕翔さんのファンからブーイングの嵐だったそうです。この件が元で性格が悪いという噂が立ってしまったのかなと思われます。確かに中島裕翔さんのファンにとっては悲しい一言だったかもしれません。でも裏を返せばそれほど仲良しで冗談の通じる関係だとも言えるのかなと思います。知念侑李さんは甘え上手でいつも冷静、気配りのできる優しい性格だそうです。思ったことははっきり言うところから毒舌とも言われるそうですが、それが少しだけ行き過ぎた結果 TV 内での発言となってしまったのでしょうか。発言内容はこれからも仕事をしていく中で自然と配慮できるようになるでしょうし、この噂を調べてみて、むしろ臆せず気持ちを言葉にできる素直な人だなという印象を強く受けます。メンバーにも素直に甘えて愛され上手な可愛い知念侑李さんのイメージ通りの性格だと思われます。ブログが炎上した噂がありますが、炎上したのはメンバーの山田涼介さんの姉山田千尋さんのブログでした。山田千尋さんはファッション誌のモデルとして活躍しています。その中で知念さやさんと食事をしている写真をアップし、旅行の計画を立てていると仲良しぶりを書いたことで炎上してしまいました。知念侑李さんの名前を出したことで売名行為と思われたようです。ブログには千尋さんが勤めるチョコレート屋さんの紹介もあったので、弟を出しにして儲けたいのかといった千尋さんを中傷する過激なコメントも増えたため記事は削除されました。その後同ブログ内で質の下がるようなことをしてすいませんとの謝罪コメントがあり沈静化しましたが、以降ジャニーズ関連の記事は一切投稿されていません。ですがこの騒動で皮肉にも千尋さんのブログ閲覧数がぐんと増え、注目度が上がる結果となりました。身内にジャニーズの人気アイドルがいると騒ぎになることも考えられるでしょうし、もう少し慎重になってもよかったかもしれません。この報道によって知念侑李さんのグループ脱退やジャニーズ事務所退所説が再燃し、蒸し返される事態となりました。そして知念侑李さんとトラウデン直美さんの熱愛スキャンダルに対して、ヘイ、セイ、ジャンプのファンから悲鳴が上がる中で、グループ脱退の可能性が浮上していることをニュースサイト日刊大衆が伝えています。記事ではワイドショー関係者が今回のトラウデンさんとの熱愛報道で知念さんのヘイ、セイ、ジャンプからの脱退というのも現実味を帯びてくるかもしません。昨年知念さんの退所説報道がありましたからね、としています。以前フライデーが退所予備軍の一人として知念侑李さんの名前を挙げていたとしています。フライデーが当時退所予備軍として名前を挙げたのは元時男、永瀬智也さん、山下智久さん、知念侑李さんの3人で、彼らが中井の例を見て後に続く可能性は高いと思われますとし、この報道後に永瀬智也さんと山下智久さんは実際にジャニーズ事務所を退所しています。前出のワイドショー関係者はこれまで知念侑李さんにグループ脱退、ジャニーズ事務所からの退所に向けたアクションは見られないとしていました。しかし今回の熱愛報道には不穏な空気を感じるとしています。脱退の理由に知念侑李さんの変化として仕事量を上げています。決して仕事がないわけではないのですが、今ものすごい勢いでスターダムに駆け上がるスノーマンやストーンズに比べると露出量が少なく、勢いはない、グループもイケイケな状態とも言えず停滞感が見られますと関係者は指摘しています。また知念侑李さんが尊敬している嵐の大野智さんが今年から芸能活動を休止していることも要因として挙げています。知念侑李さんは大野智さんとの映画共演が実現した際にデビューよりもこの仕事が決まった時が嬉しかったぐらいというほどだったため、活動休止している大野智さんから少なからず影響を受けている可能性は高いとしています。知念侑李さんが雑誌のインタビューでアイドルとしてというよりも知念侑李としてのこの先の人生をふと考えてみたんです、どうしてこの仕事をやっているんだろうと問い直した答えは、自分が楽しいと思えること、やりたいエンターテインメントがそこにあるからでした。だからこの場所にいるんだと深く納得できましたと語っていました。この発言を受けてワイドショー関係者は、キャリアは十分、今はグループでの活動に納得していても人生を見つめ直す中で
アイドルから早めに別の道に舵を切る方向というのも一つの選択肢として持ち続けているかもしれませんと憶測しています。ただフライデーの対処予備軍報道から数年が経ったものの、知念優里さんの対処に関する新たな情報や動きはこれと言ってなく、今のところはあくまでも噂、憶測レベルの話でしかないようです。いかがだったでしょうか。今回はヘイセイジャンプの知念優里さんの恋愛事情や脱退説などの噂について深掘りしてきました。今後どうなるかは未知数ですが、ヘイセイジャンプは今正念場を迎えているとされています。キング&プリンス、スノーマン、ストーンズといったデビュー組のほか、ジャニーズジュニアの各グループもメディア露出を増やしている一方、ヘイセイジャンプは勢いを失っているとされ、岡本圭人さんに続いて知念優里さんも脱退となればより厳しい状況となる可能性もあります。そうならないためにもできればグループに残って今後さらに活躍する姿を見せてほしいところです。知念優里さんの動向については注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。